おはようございます、いちきです。はい、デイ2です。つくいこデイ2、デイ1がなかなかこうね、チャンスはあったもののちょっとものにできなかったり悔しいシーンがあったので、思わずデイ2来てしまいました。今日こそはね、あのバラムで取れなかった魚とか、あとは、まあ、前回試せてない釣り方でこう魚を探してみたりしていきたいなと思います。まあ、釣果もすごく、ね、変わらず上がってるし、水もどんどんこう入れ替わってきれいになっていってるので、また今日は違った展開になるんじゃないかなと思います。頑張りましょう。ここはちょっと糸の量すごい。でかいこいつ。めっちゃ出てきたな、わらわら。テンション抜けちゃった。すごい惜しかった。今食いかけたんだけどね。今のでダメだったらもう分からない。
えぐい、えぐかった。6クラス3本出てきた。えぐい、やばいやばい。もういやむずい、マジで本当に難しい。よし、よっしゃ、おい、やっぱ得意な釣りだ。はい、はーい。よっしゃ、うい、おいしょ、レイダウンから。
飛び出てきた。イエーイ。サイズが上がればいいんだけどね、なかなか。お疲れ様でした。いやちょっと最初も最後も悔しいシーンがちょっと今日は続きましたけど、でもあんなにこう反応が良いつくいこっていうのはもう本当に初めてだったんで、すごくポテンシャルを感じることができて、あの苦手意識も、ね、なくなりつつあるんで、まあ、この悔しいのを繰り返してちょっと8トラップ習得に向けてまだまだ頑張っていきたいなと思います。ちょっとまた、ね、今多分調子上がってきてる状況だと思うんで、またつくいこ行きたいと思います。リベンジしに。はい、ということでお疲れ様でした。